明元が生まれた、妙泉寺の山門、妙泉寺の本堂。竹中明元10月21日は、日本の僧、新州大屋派に属する、美濃国岩手村の妙泉寺の寺族として生まれた。出生名は、竹中地元であった。1876年に数え9歳にして徳度し、僧侶となった。以後、生まれた、妙泉寺の住職を務めた。 1891年10月1日に、井上遠梁が開いた、哲学館に入学したが、半年後には中退している。1893年に大谷派の学会、義徳業を授けられ、1895年に、京都新宿大学選科に入学した。地元の在学中の1896年には、清沢万氏、今川革新、月見革梁、稲葉正丸、清川遠征、 井上豊中ら、東本願寺修門内部の改新を目指した、白川島の6人の僧侶に呼応した学生による、同盟急行が発生し、田中苗、明柄悦里市、佐々木月章ら、清沢万氏から、近代教学を学んだ学生らが参加しているが、地元は、この運動には参加せず、以後も、新州近代教学からは距離を置いた、伝統教学の僧侶として活動した。 卒業後、1898年に学士補、1904年に学士の学会を本山から授けられた。また、1901年には再び哲学館に入学するも、再び半年で除籍となった。しかしながら、哲学館学長の井上遠寮は1905年3月に、地元に対して第3回哲学館称号を授与し、 この措置によって、地元は中退者でありながらも、哲学館卒業資格を認められたのであった。1904年から1905年にかけての日露戦争の際には、本山の不教師として、東京市浅草区の浅草別院浅草本願寺に、勤めた。日露戦争後、1909年に、剣奏図の学会を授けられた。 1917年には出生寺員の妙泉寺の自覚が二等別上土地に昇格し、同1917年12月22日に第23代東本願寺保守、秋行から明の寺をカフされ、出生名の地元から明をもに改名した。その後も1923年に臨時一級、1927年に新樹三級、1932年に 真珠二級を授けられ、着実に不教師としての階級を上げた、明泉寺三門脇、戦争は罪悪であるの石踏み。1937年10月10日の1、僧侶としてのこの発言によって、明元はそれまで新州をや不教師として、築き上げてきた僧侶としての地位を失い、東本願寺本山がそのことを明元に、謝罪したのは実に70年後の2007年であった。 以上のように、明本は、生まれてからその半世を通して、新州大谷派の宗門人として、順調に経歴を重ねた模範的な僧侶であった。しかしながら、1931年の満州、事変勃発後、軍国化する世相の中で、新州大谷派が1936年10月に、新州聖典、五伝章の一部の削除を決定し、また、 第24代東本願寺保守選挙が、それまでの神器腐敗の伝統を破って、同1936年12月2日に、明治神宮を12月4日に、靖国神社を翌1937年1月8日に、伊勢神宮を参拝したことなど、国策追従のために、浄土真宗の教義をねじ曲げていたことが、明元の心境に変化を及ぼしていたのではないかと。 大東人氏は推測している。1937年7月7日に、六甲橋事件が勃発し、処理に当たった、この江文丸首相が、中華民国への軍事介入を決め、この日中戦争の全面開戦に際して、新州大谷派は、六甲橋事件勃発翌日の7月8日に早くも、開教し、伊藤勝隆に、北市事変死な中東軍従軍布教を命じ、 政府が7月12日に正式に大谷派に協力を要請する以前から、すでに率先して中国との戦争に協力する態度を示していた。竹中明元は、事変勃発後、1937年9月15日に出身地の岩手村の在京軍人に対して、戦争を批判する旨を述べてその反戦姿勢を、村民から通話乱喫され、 さらにこの言動で村民から避難された後も、翌10月10日に、近隣の仏教寺院で、僧侶6人に対して、戦争は最大な罪悪だと述べた。この10月10日の反戦言動を聞いた僧侶が、翌10月11日に、岩手村役場に通報し、この通報が、きっかけとなって10月26日に、諦本は逮捕され、10月31日に9月15日の、 発言と10月10日の発言が陸軍刑法第99条に定触するとして岐阜地方裁判所に送致された。翌1938年3月12日に岐阜地方裁判所は竹中明元に対し禁庫4ヶ月の実刑判決を下し、この判決に明元が控訴したため4月27日に名古屋控訴院は禁庫4ヶ月、 執行猶予3年に刑を軽減する判決を下した。なお、この判決には1940年2月11日に、後期2600年を記念して御社が認められ、金庫2ヶ月20日、執行猶予3年に刑を減免されている。明元が属していた新州大谷派は1938年4月27日の名古屋構想院による判決後、特別出罰により、 半三年の処分を下して、僧侶の位を最低に落とし、また、明元の不教師資格を剥奪した。なお、大谷派は1940年5月18日に、継定半処分を満期とする処分の減免を実施し、1941年4月17日に、明元の不教師資格を復活している。同時期に明元が処罰された。 陸軍警報よりも重い治安一置法で検挙された、浄土州の林霊法や日蓮州の大熊実さん、細井雄二が浄土州や日蓮州から教団としての処分を受けていないことに比べると、新州大谷派による竹中明元への処分は、多州派よりも重いものであった。竹中明元は、日本の第二次世界大戦敗戦直後、 1945年10月21日に77歳で死去した。死後、1948年頃に、浄土宗の反戦総林霊法が明元が住職を務めていた、明泉寺を長門に訪れている。戦後長らく、明元の存在は忘れ去られ、1977年に、新州大谷派が、教学研究所編集の、近代大谷派年表で明元の名を出した際も、 明元は、大谷派ではなく、諸宗教に分類されていたほどであった。愛知県一宮市の沿光寺住職、大東人氏が記した、論文、仏教者の戦時化抵抗により、竹中の名誉回復運動が始まった。1990年4月に、 新州大谷派名古屋別院で開催された平和展で明元の反戦発言が展示され、以後2002年から新州大谷派岐阜別院の平和展でも明元の自席が展示され、名古屋別院、岐阜別院の影響を受けて2004年より、京都の東本願寺本山でも、非戦、平和展でも明元の自席が展示されるようになった。また、 岐阜市平和資料室は2002年の開館当初から、明ら元を展示している。2007年10月19日に、新州大谷派主催の復権検証大会が明泉寺にて開催され、熊谷総計宗務総長が謝罪、同宗派の処分を取り消す、宗派声明が出され、処分から70年目に名誉回復を果たした。ありがとうございます。